腹ペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは天下不武、選択大名は上杉、第26回を始めさせていただきます。前回はついに織田信長を滅亡させ、当主の信長を配下に加えたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。山形正景がね、ここでね、ちょっと厄介なことしてますが、まあ今だけですね、奪わせておきましょう。で、連兵城が立ちました。お金がない、あ、お金はもうある。で、名古屋城、連兵城、商人町ですね、村井さん立ててもらいましょう。これで名古屋城は進軍指示でお任せして OK と。ここまで立てないとね、もうこんな鳴海城みたいにわけのわかんないことやられるからな。で、市場拡張をしていきましょう。受けたまわりましたぞ。では進めていきましょう。ここもともと木曽福島の軍だったのか、内に違うよね。違うな。ご命令とあらば焼酎に収めます。これ出ると戻ってくる。どういう争いこれ。で、大垣城が米問屋が立ちました。灌漑水路を立てていきましょう。こちらに。で、燕国東洋やっていきましょう。これ苗木に向かって、お疲れするとしよう。よし、楽一楽山も、お、政策レベル上がって軍事性が、あー来ますね。やっぱりこれは厄介だ。いいや、どうせ確実に木曽福島に攻め込むときにはここ取れますからね。では市場拡張をしていきましょう。心得申した。闇討ちが秋山の元も、うん、したいけれどもそれよりもさ、七尾城、こちら畠山の従属九州、それ先に武田とか、それ先に来ないかな。なんで来ないんだ。はい、岐阜城で米問屋が立ちました。で、灌漑水路を立てていきましょう。やり遂げてみせましょう。とりあえず少し待ちましょう。で、名古屋城で商人町で、名古屋城はこれで大丈夫ですね。で、あとは鳴海城だな。米問屋もう一つ建てて、灌漑水路、商人町、連兵城、それでいこう。ははいやいやいや。いや、ほんと失礼しました。何回もくしゃみしてすいません。さて、それでは鳴海城をまたね、充実させていかないとっていったところですね。あ、そうだ、岐阜城の軍開発全然してないじゃん。道理でなんか岐阜城弱いなと思ったんだよな。そしたら鳴海城はもう任せるしかないな。そしたら軍開発していきましょう。大垣城、灌漑水路、こちらも委任にしていきましょう。で、軍開発、岐阜城の軍開発ね、住んでるところもあるけど全然住んでないところ結構ありますね。こちらやっていきましょう。うん、これでいいでしょう。で、あとは木曽福島に向けて進軍開始しましょう。一条谷、はい、伊予を出していきましょう。せねば。で、次出すのは大正寺がちょっと兵力が少ないので、金沢御坊、
こちら出していきましょう。で、魚津城、城攻めよ。こちらからだと70日でいけるか。そしたら金沢ごぼうも北から行けば、ただそうするとうまくカウントしてくれない可能性があるんですよね、舞台として2つの軍を巻き込んでからじゃないと戦えないですからね。きっと戦いに巻き込んでくれないですからね。なので1部隊2部隊3部隊4部隊5部1、2、3、4、5、6部隊、明智光秀7部隊で、で8部隊上杉謙信ということでいきましょう。では10日ほど時を進めます。おっと、軍開発、また労力が戻ったので軍開発をしていきましょう。では進めていきましょう。では10日ほど経ったので大野城120日のところからも出撃をしていきましょう。あの城を落とさねば。魚津城も先ほどのルートからだったら120。富山城は120出していきましょう。増山城もそうしたらそんな感じじゃない？やっぱりそうだ。これで 1,2,3,4,5,6 部隊で下妻雷電7部隊で、あー村上義樹を出したいな来年ちょっと3000は少しもったいなくなってきたな。まあでもとりあえずいいでしょう。村上義清とあとは上杉謙信、1,2,3,4,5,6 部隊なので、この2つで8部隊。いやーでも帰り雲からやっぱ出したいな。村上義清はその後の進行に使いたいですからね。では進めていきましょう。いよいよ小仁田大配備がさらに進んだと。北条との同盟が切れそうだと。お、いいですね。北条との同盟はもう切れることなさそうですね。で、なかなか進まないな。芦名は従属できない、伊達も従属、最上も従属できないですね。このまま武田を飲み込み、伊達を飲み込みって感じですね。徳川は従属させましょう。で、北畠も、おお、北畠従属できない。そっか、官位が高いから670もあるんですね、維新が。我らは675だからな。毛利もな、なかなか進んでこないって感じですね。何の話かな。長宗我部も従属させる？申してみるがよい。三好家はどうなった？あれ？あれ？三好家はどうなった？ああ、ダメになったんですね、三好家は。滅亡ですね。そしたら従属させよう、長宗我部。無念だが、従うしかあるまい。用を申してみ。あとは浦上家はダメ。話を聞こうか。一色家も従属できますね。馬が合わないって出てますけどね。なんて偉そうなんだ一色家。あ、でももうこれ滅びるからダメだわ。手出せないですね。ついに毛利家の蹄の音が聞こえてきそうな感じですね。まあでも機内の兵力があれば。ああ、でもこの隅城とか強い城になってんだな。まあいいでしょう。とりあえずはまずはこちらですね、戦うことを考えなければ。ここに武田との戦いがまず先ですからね。100、もうちょい近づいたらですかね。そしたら岩村城からここまで進軍して少しでも制圧速度を上げときましょう。はい、岐阜城で考えシールが立ちました。で、帰り雲から
基礎福島に出していきましょう。これで 1,2,3,4,5,6,7 舞台で岐阜城から出せば OK ですね。で浄化施設岐阜城灌漑水路をもう一つ建てましょう。任されました。であとは商人町2つ建てて二段詰め所かな。さすがにそんなところですかね岐阜城は。では進めていきましょう。お、長宗我部、いよいよ鳴海城で米問屋が立ちました。で岐阜城から木曽福島に出撃していきましょう。で大垣はもう任せる。鳴海も米問屋2つ立ったらもう任せていいですね。であとは岐阜城の発展ってところかな。でもあと一つ考えすぎるの立っておこうかな。このまんまだとでも商人町立ったやな。一つ商人町立ってちゃいましょう。こちらに。これで委任で連平城と、あマジか、灌漑水路立ててくれない、それは良くないぞ。ちょっとこのまんまじゃ鳴海城手離せられないな。いよいよ本庄さんが梅雨払いで進行してくれてますね。素晴らしい。お、氏家目前仲間になってもらいましょう。お疲れ。クリシュー取り込みできますね。やっていきましょう。いかがか。で軍開発こちらやっていきましょう。全然開発されてない軍があるって一体何なんだ本当に。では進めていきましょう。いや毛利家が前線になってるから結構まずいですね。よし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 。でこれで朝廷、朝廷外交上杉謙信どんどん進めていきましょう。で外交親善、今のところ北条家とのみ親善結んでますね。あとは毛利とも同盟結ぶっていうのは手だな。それいいな。相手したくないもんな正直。加納さんお任せします。わかりましてござる。お、士官来ましたね。ああ稲富さんいいですね。砲術持ち使えるとするか。一式家滅亡でね逃れてきたんですね。城下改築でどうせ商人町でしょ。ちょっと発展させてくれってマジで。で政策で軍事制だと軍大上代が省略の集約可能。ああこれはやっていかないといけないですね。わかりました。であと裁量権以上ですね。これ建設速度がねプラス 20% で表情集が5年で再任化、これもやっておきたい。わかりました。ああ収入が6000まで減ってしまいましたね。まあ仕方がない。で商人町ができたと、灌漑水路ができたと。そしたら商人町を東道高虎建てていきましょう。鳴海城は灌漑水路を建てていきましょう。こちらに。で最後か、鳴海城は連平城ですね。連平城になるかな。ならない。攻撃だと連平城になる。これでいいでしょう。そしたらであとはこちらでぶつかるところですね。これでぶつかるとどうなる。なるべく威風をいいですね。威風中でしかも4番失礼しました。威風中の戦いで4万3000対4万2000相手は名将武田勝頼。ああもう絶対仲間にならないよね。だって信玄切っちゃってるもんね。討ち死にさせちゃってるもの。いやー
武田家の面々がせめて山形正景とか仲間になってくんないかな。そしたら謙信はこれ相手でかい舞台ばっかりだな。信長と入れ替えて右翼を突破していきましょうかね。では行きましょう。さあ開戦です。我が手番ぞ。一気に軒討ちを狙っていきましょう。浅井長政はこちら要所ですね。で上杉景勝を謙信のサポートに回しましょう。足を動かせ。明智光秀織田信長で、ここは柿崎さんと天勝さんじゃちょっときついでしょうね。このように配備しましょうかね。これ左右かなりきついぞ。いやーやっぱ敵の突撃が強い。ここに突撃がぶつかって当たったか。浅井長政で左右を向かせましょう。一旦下げましょう。はい、よいしょ、制圧。もちろん強撃を狙いましょう。前出しましょう。これ強撃ならない？よし、強撃になった。ちょっと待てよ。浅井長政が前に行ってね。じゃあ上杉景勝でぐるっと裏回りましょう。織田信長で浅井さんを狙っていきましょう。いよいようまく強撃使いながら戦っていきましょう。勝機をつかみましょう。天勝さんは兵力が少ないのでこちら要所を落としていきましょう。いや強撃を狙っていこう。よし、これで強撃かかった。いいよ、馬場内もこれで壊滅寸前ですね。はい、真田隊撤退。いよいよ、おお、天勝さんの体力が、なるほど、赤備えを食らったのか。はい、馬場さん撤退。ちょっと天勝さん休ませましょう。うーん、やばい、やばいやつらが、やばいやつらがいる。馬場隊壊滅。よし、新星出た。攻撃防御が上昇と。いや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 、うん、柿崎さんそこはごめん、タイマン勝負でなんとかしてくれ。浅井さんがこれで壊滅と。信長とちょっと休ませましょう。よし、真田隊も撤退させた。やばいぞ。下妻雷電下げましょう。これは結構やばい状態になってんな。上杉さんをちょっと休ませる。いや、山形正景にぶつけよう。
で浅井さんを休ませる。謙信は軍神がたまりそうなので勝頼のところに強行させ急行させましょう。よし、真田幸高捕獲。信長でちょっと軒口を守りに行きましょう。こちらで攻撃を仕掛けていきましょう。赤備えか。いや、体力低下は厳しい。どうかご命令を。ここに皆の者、我らの下妻雷電と入れ替えていきましょう。上杉隊でちょっと休みましょう。はい、よいしょ、制圧。そしたら光秀で休んでる暇ないよ。勝頼にぶち当たっていきましょう。よし、時は今だ。これで防御低下はでかい。いよいよ。そうなのよ、軒口狙いたいのよ。これは天笠さんはこちらでできないか。戻ろう。いよいよ。で影勝が体力回復するのを待つと。浅井長政頑張ってくれ。相手も苦しんだ。よし、軍神入った。素晴らしい。よし、ダメージ2200はでかいだろう。でもしかも混乱も入りましたしね。明智光秀でちょっと休ませましょう。よし、そしたら柿崎影へここまで行きましょう。で信長も少し休ませよう。で上杉景勝で軒口狙っていきましょう。はい、よいしょ、制圧。いいよいいよ。今が好機ぞ。そしたら明智光秀、織田信長で、で上杉謙信はちょっと休ませましょう。よし、攻撃かかった。で申請がかかると、信長の強さはどれぐらいになる。これで160、素晴らしい強さだ。よし、要所制圧。あとは軒口を落とせば終わりですね。よし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 。はい、山形正景撤退。そしたらこれ以上戦う必要はない。山形正景を解放しましょう。これでいいんじゃない。で謙信も前に出ましょう。死なぬと戦えば生き、生きんと戦えば死す。で信長を、はい、秋山隊撤退。この戦に示さん。いよいよ。よし、勝頼隊も撤退。そしたらこの2部隊で道を開けましょう。柿崎隊をちょっとこちらの要所を落としていきましょう。これで早く帰ってくれるでしょう。で軒口ももう落ちるし、これで優勢勝利確定ですね。いやー、結構辛い戦いだった。いやいやいや、今さらこの舞台で軒口なんか狙えないでしょ。柿崎景井が要所を落とすのが先か、それとも上杉景勝が軒口を落とすのが先か。はい、軒口破壊の方が早かったですね。やっぱ上杉騎馬突撃を出したいな。よっしゃ、それ
えたわ。で、全開放です。後で食いても遅いぞ。これで威風中。どこまで風が届く？勝利をもって世に地を示さ。あー、なるほど。何です？上原城は取れなかったか。二つの城。いかがだったでしょうか。再度の武田との戦も勝利で収めた上杉謙信。やはり信玄亡き後、勝頼だけではなかなか厳しいって言ったところでございます。まあね、多分勝頼はね、仲間にならないからね、ちょっとここはね、今後のね、まあ見据えると武田の、まあ、武将たちがどれぐらい配下にね、なってくれるかっていうのはね、ちょっとね、少し、悲しい気持ちがありますが、まあ仕方がありません。前ね、信玄を討ち取ってしまったっていうね、ことがありますからね。はい、それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。